ショートショートフィルムフェスティバルは短編映画を対象とした日本の映画祭。俳優の別所哲也が代表を務める。毎年100を超える国と地域から約6000本以上の応募があり、その中から厳選された約300作品ほどが様々な部門にて上映されている。1999年に別所哲也らが発起人となり、 アメリカンショートショートフィルムフェスティバルとして東京、表参道で誕生。初年度は、ジョージ・ルーカス監督が南カリフォルニア大学時代に制作した短編映画、電子的迷宮、サンクス 1138-4EB などを上映し、注目を集め、2001年よりショートショートフィルムフェスティバルとして開催されるようになった。コンペティションでは25分以内の短編映画を、 対象とし国際短編映画祭としては、アジア最大級である。2004年より、アジア初の新しい映像文化の発信、新進若手映像作家の育成目的から、東京都との共催による、ショートショートフィルムフェスティバルアジアが誕生。アジア地域の作品を上映するジャパン部門及び、アジアインターナショナル部門の最高賞には、優秀賞と東京都知事賞が授与される。 同年に米国アカデミー賞の公認映画祭として認定された。現在では、ショートショートフィルムフェスティバルと、ショートショートフィルムフェスティバルアジアが、ショートショートフィルムフェスティバルアジアとして、同時開催されている。オフィシャルコンペティションの各優秀賞受賞作品から、選ばれた1作品が、グランプリに選出され、グランプリ受賞作品は、翌年の米国アカデミー賞短編部門の、 ノミネート候補作品となる。開催期間中は関連したプログラムやシンポジウム、ワークショップが行われる。アワードセレモニーラフォーレ原宿アワードセレモニーでは、レッドカーペットが敷かれ、各界から著名人を集めた受賞式が開催される。また、6月4日は初年度である1999年の開催日にちなんで、ショートフィルムの日に制定されている。 2001年の観客賞受賞監督には若き日のジェイソン・ライトマン監督も名を連ねており、その後、ディアブロ・コーディとタッグを組んだ長編映画、ジュノ、ジュノやマイレージ、マイライフがアカデミー賞にノミネートされている。2014年のカンヌ映画祭、シネフォンダシオン部門では SS 界界アジア2012でグランプリを受賞した。 平柳厚子監督によるオールシーが日本人初の2位という快挙を果たした。SS 開会アジア2014では映画コメンテーターのリリコが同映画再発のアンバサダーとして就任。2014年8月からは映像以外のコンテンツを初めて公募するプロジェクトブックショーツをスタートさせた。対象には賞金100万円のほかショートフィルム化や ラジオ番組化などの副賞がつく。s s k k アジア2016では、写真家のレズリー・キーが、同映画祭オフィシャルフォトグラファーを務めた。2016年、国内外の企業がブランディングを目的として、制作したブランデッドムービーをセレクトし、特集上映するブランデッドショーツが設立された。上映作品のうち優れた作品には、 ブランデッドショーツオブザイヤーが授与される。2017年には、エグザイルトライブの楽曲を、河、ライナオミ監督を、はじめ、エーティー・ハギハラ・ケンタロウ・サイト落合・健の6人の映画監督たちが、ショートフィルム化する、プロジェクト・シネマ・ファイターズも公開される。2018年には、映画祭、開催20周年を迎えたのを機に、 オフィシャルコンペティションのグランプリ名称をジョージ・ルーカスの名を冠したジョージ・ルーカス・アワードに解消する。常日の通り、第1回ではルーカスの短編映画を上映、以来毎年ルーカスからの応援メッセージが届くなど、ルーカスと SSFF とは長年の関係があったからこそ実現したもので、ルーカスの名を冠した賞ができるのは世界初となる。 上記3部門の優秀賞の中からグランプリを選定。グランプリ受賞作品はアカデミー賞短編部門のノミネート選考対象作品となる。東京表参道のラフォーレミュージアム原宿表参道ヒルズスペース王がメイン会場。2010年は二子玉川ライズのいつこむスタジオホールも会場となった。また地方開催としてこれまでに大阪、名古屋、 広島、沖縄など、関東地方以外の7都市で開催。また、ロサンゼルス、シンガポール、ミャンマーにおいて、国際特別上映も行った。2013年には、東京スカイツリーでも映画祭が開催された。なお、当映画祭の代表を務める別所哲也は、横浜港未来にショートフィルム専門映画館。 ブリリアショートショートシアターを開設し映画祭の会場の一つにもなっていたが、2017年12月に閉館し、翌年よりオンラインシアターに移行している。2001年はアメリカンショートショートアワード、2002年から2004年はショートショートアワード受賞作を記載。ありがとうございます。